最初に言葉を考え出した猿の気持ちが私には分かるような気がします。自分の心の中に膨らんでいっぱいになった気持ちをどうにかして吐き出して周りの猿に伝えたかったと思うんだ。あー、うまく言えないな。でも真由美なら分かってくれると思うんだけど。何してるの？あ、真由美、こんなところでぼーっとしちゃって。そんなあなたにいいものを見せてあげましょう。じゃん！あー、花と竜の今月号だ。あれ？でも発売日今日じゃない？どうしたの？昼休みに学校抜け出して買ってきちゃった。ずるいんだね。貸して貸して。嫌ですよーだ。私もまだ読んでないもん。だから一緒に読もう。真由美と初めて知り合ったのは美術室だったよね。あなたは私にとって初めての絵を描くのが好きな友達。一緒に好きな映画とか好きな漫画の話をしているうちに、いつの間にか私たちは共通の夢を持つようになった。そう、漫画家になるっていう夢。お互いにノートに鉛筆で描いた漫画を見せ合ったり、一緒に漫画の描き方を研究したり。他にも友達はたくさんいたけど、あなたは特別だった。真由美と漫画のことを話してるとワクワクして楽しくて、私の中でどんどん夢が膨らんでいくのが分かったよ。東京？だって編集部ってみんな東京にあるみたいでしょ。それに梅先生とか細田先生とか、私たちの好きな漫画家さんも東京にいるでしょ。そういう先生のとこでアシスタントしながら勉強するのよ。いい考えでしょ。ね？うん、東京行って漫画家になろう。絶対なろうね。東京、東京。私ね、やっぱりこっちで就職することにしたの。漫画描くのはやめないと思うけど、仕事しながらじゃ漫画家は難しいね、きっと。でもね、私、あなたが漫画家になってくれたらそれでもいいんだ。私、あなたの漫画大好きだもん。真由美ね。真由美、私頑張るから。